はい、水口です。今日はちょっと違うアングルから自宅オフィスの床に座って、今日ね、娘のダンス大会でもう疲れちゃって下にベターっと座ってる、そんな様子です。昨日ね、この子が届きまして、これアラジンストーブの、これなんて言ったかな、正しい名称忘れたな、ポータブルガスストーブ、この後ろに書いてありましたね。ガスカートリッジを外し、はめてガスのそのあのガス管だけであったかくなるストーブですね。まあ、あの燃焼時間は短いみたいですけど、これ十分あったかくて、まだ東京も寒いから夜中これ自分の部屋だけ温まるにはとってもいい、かわいいやつです。サイズで言うとね、こんな感じ、上からだから分かりづらいね。大きさこのアングルだと難しいね。そうですね、道具カバンと比べてみる。道具カバンと比べるとこれぐらい、わかりづらいね。マイクの電源入ってるかな、マイクの電源いろ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 、ああ入ってる僕の動画こんな感じですね、こんな大きさのストーブです。結構重宝していて、まだ昨日の夜と今日の夜しか運用してないですけど、あったかいですね。まあちょっと届くの遅いよね。去年の10月に注文して大人気だったみたいで5ヶ月かかりましたもんね、届くまで。まあまた半年以上あとですね、また活躍すると思うんで、まあ、春先今ちょこっと使ってまたしまわれると思いますけど、ここでもお湯が沸かせそうで面白いかなと思います。でね、今日はね、何の話をしようかと、言うとですね、カメラの話です。もう今日はね、ほんとびっくりして、ですね、今日ダンス大会で使ってた α9 70-200 のレンズついてますけど、この α9 がファームアップデートして、これバージョンがね、バージョン5になったんですよ。それまでバージョン 4.1 とかだっけ、僕はバージョン 3.1 でずっと止まってましたけど、このバージョン5にしてめっちゃ変わったんすよ。今カメラ置いておきます、重たいから。簡単に言うと、これまたね、詳しくね、岡本カメラが来た時に話をしたいと思ってるんですけど、僕なりにとりあえず今日現場で使ってきたので、娘のダンス大会、まず暗くて動きが速い、だいたいね、シャッタースピード、そうですね、ちょっとこう動きを出すなら400分の1とかで切ってるんですけど、シャッタースピード優先でね、だすると600とか750分の1、
こうピッピッと止めたダンスの様子を撮るんだったらそれぐらいのスピード、まあ、ちょっと見せられる写真も織り交ぜていきます。こういろいろプライバシーもあってもう今うるさい世の中になってしまってるんで、そういうダンス大会の写真も見せるといろいろ問題があるんで、見せられるものだけをこう織り交ぜて話していきますね。で、アルファ9はまずね、まあいろいろこう新しい機能、これもほとんどね違うカメラになったと言ってもいいぐらいなんですよね。もうメニュー画面から違うんで、まあ圧倒的にオートフォーカスがすごくなった。もう食いつきのスピードとかが速くて、なんて言ったかな、リアルタイムトラック、あ、リアルタイムトラッキング、もうオートフォーカスのこのポイント、まあいろんなポイントがあると思いますけど、僕だとスモールのシングルポイントでやりますけど、それまでは僕はこうジョグで、後ろのジョグでここね、ここです、ここで合わせてこうゲーム機のように合わせて撮っていたのが、リアルタイムトラッキングだとその必要がないこれ割とショックで、機械が勝手に撮ってくれてると。要はどういうことかっていうと、まあ、今回の場合センターにシングルポイント、まあ、この画面で言うとこの辺にシングルポイントがポンとあると。で、この位置に来たものに、オートフォーカスボタン、僕だったあの親指をオートフォーカスにしてるんですけどね、この AF オンっていうところです。それを押すことでピントがあってシャッターを切る。それが、まあ、被写体が動いている時はですね、動体 AF、 動体オートフォーカスを行うと思うんです。これソニーの用語だとどうなるか分かんないですけど、要はこう例えば頭に、人の頭に合わせるじゃないですか。そうするとその頭をずっと追っていくわけですよ、コンティニュアスだとね。 AFC だね、うん、AFC コンティニュアスで撮ってる場合ですよ。そう、ずっとついていく。で、シャッターを押せばこうカシ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 って撮れるわけですよ。さらに人の顔が、で、顔認識を、オンにして、瞳 AF もオンにしておくと、顔がこう認識できた場合、顔の方にピュッていくんですよ、オートフォーカスの枠が。まあ、当然その顔、さらに言うと目、瞳にオートフォーカスを当てたいわけですよ。人間、動物でもそうですけど、ゆくゆくは動物オートフォーカス、動物瞳 AF っていうのが現れるんですけどね。それはまだこれは搭載してません、このバージョンでは。要は動体の状態で、まあ最初は頭にこう合わせたり出たとするじゃないですか。でこう顔がこう向くと、そうするとこう枠が出てくる。で、 AFC だと顔にこうピントが合ってる状態から、さらにこう瞳にピッと変わってくるわけですよ。こういう風に来て、その後ピッてくるわけですよ。そのスピードがめちゃめちゃ速いね。で、こう踊ってるわけですか、こうやって。で、目が見えてる状態、かなりだから、まあ今だと、今このモニターで言うと僕の顔は大きく映ってますけど、もっとちっちゃい状態でも瞳に合ってるんですよ。例えば、難しいな、これぐらいだとしても、顔の大きさがこの拳台であっても、このちっちゃい目のところにずっとあって食いついていくんですよ。こうやってオートフォーカスボタンを押してる限りですよ。で、踊ってると、例えばこう踊ってて頭をこう下げて顔が隠れた状態になると、今度は頭のところにまたピントがあって待機してる感じです。ピッと
でまたこう踊っててパーッとこう浮かんだ時顔認識して瞳認識瞳 AF に移るわけですよ。そのスピードがすごくてびっくりです。だからそれそのオートフォーカスのスピードはが驚異的すぎて、これも軍事的なものを感じるぐらい、うん、軍事的っていうのは要は例えば米軍のミサイルを精度をつけて撃ち込むそのシステムがあるわけですよ。それぐらいのスピードに見えるんですよ僕には。暗くなっちゃった。ほんとすごいです。だからこれはアルファ 7R3 にも搭載されていくのかな。今後アルファ 7R3 にも搭載されるのかな。アルファ9だけの機能もあるかもしれませんけど、いやもうこれねすごいカメラっすよ今。もうこんなカメラ今ないですね他に、僕が知る限り。驚異的です。でシャッタースピードも、シャッターもずっと切れていくわけじゃないですか。いやもうすごいです。もうずっとこう AF音で追ってるだけで自分が思った映像だったら、思った映像というか思った、絵だったらシャッターを押すだけですもんね。もう機械が勝手にずっと追っています。だから僕の場合だとずっと娘を追ってるんだけど、20人ぐらいのダンサーがいて、そのうちの一人がうちの娘なんだけど、ずっとそのうちの娘だけを追ってます。このグリーンの枠で、グリーンの枠が出てるっていうことはそのオートフォーカスが合ってるということなんですよね。でこれってね、今までの僕の撮影歴では初めての体験で、思わず今この動画を撮ってるんですけど、ソニーの説明によるとですよ、通常は今までのカメラはコントラストっていうのは、例えばこのネイビーの服とこの肌の色、こうコントラストついてるじゃないですか、こっち黒っぽいこっち白っぽいということでオートフォーカスを合わせるわけですよ。像の違いっていうことで、こう光の量が違うんですよね。こっちの明るい方が光が多い、反射してるから、うん、ね、だから白っぽく見える。で黒い方は光が少ないから黒っぽく見えるんですよ。で、もう一つはそのミラーレスカメラから使われ始めた、像面位相差オートフォーカス。像っていうのは、人面の像ですよ。テロップ入れとこうかな、僕も忘れず、像面位相差 AF、 この2つの組み合わせで早いんでしょうね確か。像面位相差、そうだね、それと瞳 AF がの進化がこの3つじゃないかな。このオートトラッキング、リアルタイム、いやリアルタイムトラッキングと瞳 AF、 像面位相差 AF、もうすごい。もう今このアンチョコ見ながら話してます。僕こういう言葉を覚えられないですよね、脳みそに欠陥があるのか、うん、専門用語を覚えない、ね、いやこれがすごかったです。アルファ9持ってる人はもうみんなびっくりしてるでしょうね、うん、でさらにちっちゃいところで言うとですよ、このデュアルスロットでしょ。でデュアルスロットで写真撮ってて、まあスロット1を僕はスチールにしてて、スロット2をムービー専用にしてたんですね。でまあ α7R3 だとスロット1のデータを使い切ったら自動的にスロット2に保存していくんだけど、 α9 は切り替えしなかったんですよ。自動切り替えっていうのかな、うん、
記録メディア自動切り替え、デュアルスロット機能性の進化、記録メディア自動切り替えをしなかったんですよ。それができるようになった。これ祝って感じですね。祝、うん、今日はそれを使う。これは僕はね、アルファ9をずっと使ってる癖で、今日はここ入れ替えてましたけどね、その自動切り替えを忘れていて、自動切り替えされたということを忘れていて、スロット1を使い切る前にこう無意識にここをもうカチャッと開けてカチカチってやってこうピュッとこう入れ替えてましたけど、その必要がなかったのにやってましたけど、要はそのスロット1のデータを使い切る、パラパラパラって取ってる時にスロット1が切れると、これまでスロット1に空きがありませんって出るんですよ。それがなくなったり、スロット2に自動的に切り替わると。いやー、これアルファ9のね、これすごいカメラだね。まあアルファ 7R3 っていうカメラはガンダムだと思いますけど、アルファ9すごいカメラになったんですね。アルファ 7R3 に食われてるところがちょっとあったかもしれないんだけど、このフラッグシップの面目躍如じゃないですか。すごいです。あとどうでしょうね、アップデート内容、今モニターに出てますけどね。あとは僕には分かりづらいというか、今読みますけど、アップデート内容はリアルタイムトラッキング機能追加ね。要はリアルタイムトラッキングを、これリアルタイムトラッキングっていうのかな、これ安易なモードだな。しかしカメラマンとしてはね、自分で操作して撮ることに喜びを得てるところがあるから、なんかちょっと負けたような気もするんですよね。今日はね、そのフォーカスエリアをトラッキングでフレキシブルスポット S というモードでそのダンスを撮ってみたんですよね。そうすると、要は人でも物でもいいんだけど、今日はダンスしてる人に当てるとずっとその人を追っていく。でさらに顔が向いたら顔認識して顔にフォーカスを当てる。その次にさらにフォーカスして瞳に行くということですね。で今度は瞳 AF が進化していて、左目と右目を選べると。そんなカメラあるよ今。ないでしょ。すごいことですよ。要は例えばこう、こっちが左向いてる時にどっちの目に合わせるかですよ。こうしてる時にね、こうしてる時、おそらくこっちの目に合わせたいですよね、そっちにカメラがある場合は。まあもしくは何か狙いがある場合はこっち側、左をこう見てるっていうね、そういう写真を撮りたい場合は、奥を見てるっていう場合は瞳に、左目にこっち側に合わせるっていう、要はその写真家の意図でこの左目と右目どっちにするかっていうのを切り替えられる。それはカスタムキーなりで設定できるわけですよ。要は瞳 AF をしながらカスタムボタンで切り替えられる。左右と。ね、それで、AF の種類ですね、コントラスト、オートフォーカス、枠の多分割化と像メイン操作オートフォーカスの精度向上。これだね、きっとこの像メイン操作オートフォーカスの精度向上で食いつきが早いんでしょうね。活用領域の拡大もしてると、もう恐ろしいスピードですよ。もうおそらくどんなスピードで動いてもずっと食いついてくるんですよね。離れないもんね、オートフォーカスが。食いついたら、例えばこの今この手にオートフォーカスをピッと合わせるじゃないですか。
もうこんな動きしてもずっとついてくるね。ビューっとこう踊ってる時ってダンス大会でねこうやって踊ってるとこの自分のファインダーの中でこう人がこうやって動くわけですよ。こうやってずっと頭を追ってるもんね。で顔瞳どちらでもこう食いついてくる。こんなちっちゃい目だよ、これに食いついていくとね。で僕が嬉しかったのはデュアルスロット機能性の進化、記録メディア自動切り替えですね。スロット1から2に変わるとかそういうことですよ。あとねいくつかありますけど、うん、まあでも全て嬉しい機能ですけど大きく変わったのはそこじゃないかなとね。また詳しくはねプロカメラマンを呼んで岡本プロがねまたこっちに来た時僕が彼のところに行ってもいいですけど、その時に詳しく解説してくれると思うんで、これはとりあえず速報です。昨日バージョンアップしたソニーの α9 こう変わったというお話でした。そういうことで今日は地べたに座ってのお話で大変失礼しました。それではまた。遠い。